こういうところに男の人はキュンってくるんだな、セクシーさを感じさせることができるんですね。あなたも世界のヴィーナス、ミラクルハッピー。皆様こんにちは、杉口かなです。今回の動画のテーマはこれです。男性が喜ぶモテ仕草についてお話をしていきたいなと思います。はい、私は普段恋愛婚活コンサルタントとしてエグゼクティブコーチャーのヴィーナス婚活塾という婚活スクールを運営していたりもするんですけれども、そこでもね、私はテクニックとかそんなのはもういりませんよとテクニックより大切なことがあるってところで、テクニックって正直なところ言ったらもうネットでググ出るじゃないですか。だから私は普段リアルの場所でこういったのがモテ仕草ですとか、これがウケるとか、そういったこととかは実際の講座とかではプロデュースにお話しすることはないんですけれども、これは YouTube ということでお話をしていきたいなと思います。男性にモテる人はそういった仕草をしているからモテているわけではないと思うんですね。あくまでモテる要素の一部分ではあるんですが、でもね、こういうところに男の人はキュンってくるんだなっていうことを知っておいて、ぜひね、皆さんの恋活婚活に生かしていただけたらなと思いますので、ぜひ本日の動画も最後までご視聴ください。では行ってみましょう。私のデータと私の偏見でランキング形式でトップ8でお伝えをさせていただきますね。では早速第8位は唇に触れるです。相手の唇にスッて触れるのは、これはもう完全にドキだと思うんですけども、こうやってね、こうジュみたいな唇っていうのは粘膜じゃないですか。もっと言ったらこれはですね、見える正義ですよね、粘膜だから。だからここに触れるっていう仕草って、実は男性にセクシーさを感じさせることができるんですね。こうやって唇をこうやってなんかこうやってるのはちょっと変ですけど、例えばの話、過去の動画で私このディオールアディクトリップグロウを10色中8色購入したので、もしよかったらぜひ概要欄見てくださいね。で、例えばこういうのをこうやって塗ってるのとかもだし、あとこういうスティックタイプじゃなくて、こうやって塗ってこういう感じのやつとかですね、はい、ささっとこう塗るだけでドキッとさせることができます。はい、続きまして第7位はじゃん、髪を触る私も今日ね、カチューシャをしているんですけれども、このイメージとこのイメージってまた違うと思うんですよ。また逆にこういうイメージも違ったりしますよね。ということで、髪の毛をまとめたり下ろしたり、こうやってかけたりっていう仕草っていうのは、男性は女性みたいに髪の毛が長い方ってあんまりいないですよね。男性が女性に女性らしさを感じるポイントっていうのは、自分に持っていないものにキュンなんですね。例えばくびれ、男性はくびれがありませんよね。なのでそのくびれがあるお洋服とか、ウエストマークがある服とか、あとは例えばヒールとか足首とかもね、髪の毛とかも男性こんな長くないので、見えない部分が見える、例えばうなじが見えるとか、そういった隠れた部分が見えたりっていうところで、男性は視覚的生き物なので、ピアスとかもそうなんですけども、動いてるものとかにすごい弱いんですよね。だから私はよく、婚活塾とかも言ってるのが、デートの時に可能であればもう3回ぐらい髪の毛を変えてくださいと。行き早くこんな感じだったけど戻ってきたらこんな感じとかっていうことでね、皆さんね、髪の毛がいつも同じ方っていうのは、髪の毛をまとめるとかハーフアップにするとかっていうだけでも男性はおっと思いますので、ぜひドキッとさせてみてください。続きまして第6位、第6位は眠そうな時です。こうやってなんか、はあ眠い、要は眠くてうとうとしてる時でございます。これは可愛いよね。動物とか赤ちゃんとかでも寝落ちしそうっていう時って癒されませんか？私はめっちゃ癒されるんだけど、これは男性も同じで、好きな女性がなんか今寝そうだとか寝落ちしそうな時とか、あとこういう感じで、うん、大丈夫みたいな、眠いのを我慢している状態っていうのは、可愛いな、子供っぽいなっていうところで、キュンとなります。キュンとなりますとか、なりやすいですね。ならない人もいますから、絶対じゃないですけれども、仕事とかでも、頑張り屋さんの人がね、まだ頑張るみたいな感じで、眠いながらもなんかやるみたいな、そういう一生懸命さ、けなげさに心が揺れるんですね。はい。私は眠い時は、頑張らないというか、寝ちゃうんですけど。はい、続きまして第5位。5位はこれは有名じゃないでしょうか。上目遣いです。はい。上目遣いはね、皆さんね、もう知っているわとかね、実践されていたりする方も多いと思うんですが、やっぱりこう下から見るって、男性って女性より上にいたいんですね。なので、
下から見上げるっていうことは自分より弱いとか守ってあげたいっていう欲求をくすぐられます。かつ甘えているんですよね。見上げるって彼の下に行って見上げるだから甘えと頼るとお願いみたいな男性の不正守ってあげたいっていう欲求をくすぐるし、かつ自分の好意も伝えることができます。嫌いな人に上目遣いしないじゃないですか。逆に見下ろすみたいなあとね、その上目遣いもそうなんですけど、目を見て話をする。好きだったらやっぱりこうハートがピョンって出ちゃいますよね。私はね、昔からね、もう学生時代からすぐ言われてた。すぐバレるんですね。はい、隠せないんですよ、好きは。だから皆さん、好きはね、どんどん出した方がいいですね。出した方がチャンスが広がります。はい、続きまして、第4位は控えめに触れてくる。ちょっとこう大胆じゃなくて、ねえねえみたいな。代表例ってこう袖をつまむとか、ちょっと待ってみたいな、控えめですね。彼の一部を触る、ボディータッチまで至らないけれども、ちょっと甘えた感じがあんまりあざとさを感じさせないんですね。触るって体の距離感も近いから触れますよね。手を伸ばした距離の中にいるってことなので、やっぱりその分あのドキは強まります。ぜひ控えめに触りましょう。ねえねえねはい、続きまして第3位。第3位は美味しそうに食べること。食べる時に人と人とが仲良くなる一番いい方法は2つあって、その1つは相手の名前を呼ぶこと、そしてもう1つは一緒にご飯を食べること。一緒にご飯を食べる時に笑っていたり、すごい美味しそうに食べていたりとか、彼女がハッピーな雰囲気だったら、この波動って伝わるじゃないですか。あ、すごい楽しいんだなとか、すごい喜んでるなとか、めっちゃ美味しそうに食べるねとか。私はもう昔からリアクションが大きすぎて、外人並みラテン系だねとか、すごい感動しちゃうんですよね。美味しかったらめっちゃ美味しいとかって3回は言っちゃうぐらい感動しちゃうんですけども、そうやってね、自分の思ってるハッピーなことを出すと相手は嬉しい。まずいものは食べないっていう選択なんですけど、すっごい感動したら感動を伝える。美味しかったら無言でね、うん、いけてるじゃなくて、めっちゃ美味しいって言ってください。これわざとらしいんじゃなくて、自分とつながっていたらスルッと意識しなくても出るでしょ。私も全く意識したことなくて素なんですよ。何かの YouTube のコメントに笑い方がわざとらしくて嫌だみたいな、でも上がってくるから見ちゃうんだけどみたいな感じのコメントをいただいてたんですよ。わざとらしくなんて逆に笑えないと思って、それをスタッフに言ったら、いや、カナさんは絶対無理ですねみたいな、なんか愛想笑いもできないし、わざとらしく笑えない、本当に嫌だったらムスって感じなので、ハッピーなことは出ちゃうんですよ。出しましょう。続きまして第2位。第2位はこれです。手をつないでくる。じゃんって。お付き合いが長いカップルにおいては手をつなぐことが日常化していたら、キュンとかドキッとかってまあないと思うんですね。なぜなら普通だから、当たり前の日常ですから。でも付き合ってない段階とか、友達以上恋人未満とか、付き合ってまだ体の関係がない状態で彼女からこう来るみたいな、男性はね、嬉しいですね。だから行きましょう。自分から行きたかったら行こうって感じかな。手をつないでその歩くって、好きな人とやっぱり触れていたいじゃないですか。お相手の男性もあなたのことを好きだったら触れていたいでしょ。だからその気持ちを出してくれたっていう喜びにもなるし、自分は受け入れてくれているんだっていうことが分かるので、手はね、つなぎたいですね。手をつなぐのが苦手な方は、まあ、腕を組むとかでもいいですけれども、積極的に手をつなぐなり触るなり、手をつなげない方はさっきお伝えした彼の体の一部を触る、一部。はい、ではラスト第1位。第1位はこれです。楽しそうに笑っていること。はい、超ドシンプルだよね。泣いている顔にキュンとくる人もいれば、ちょっとムーッとしてる顔にキュンとくる人もいれば、困っている顔にキュンとくる人もいれば、いろんな表情があると思うんですけれども、でも一番心に響いて男性も嬉しいのは笑顔なんですね。彼と一緒に時間を過ごす中で、あなたが心から楽しんで笑っていることがキュンなんでしょ。だからね、モテるために愛されるためにするっていうのではなくて、本当に楽しんでいた先に出るっていうことですよね。この表情とか笑うとかリアクションとかって、テクニックで上目遣いで見るとか、そういった表面的なことを繰り返すよりも、時間を共有している中でニコニコ笑って楽しそうにしていたり、美味しそうに食べていたり、ボディタッチをしたりっていうところ、髪の毛も触ったりとかして、
まとめます。男性が喜ぶモテ仕草トップ8。第8位唇に触れる。第7位髪を触る。第6位眠そうな時。第5位上目遣い。第4位控えめに触れてくる。第3位美味しそうに食べる。第2位手をつないでくる。第1位、第1位は楽しそうに笑ってくれるでした。はい、公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から公式 LINE ご登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価とコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。はい、皆様、男性を喜ばすために無理に何かをするっていうのは違います。モテる仕草やそういった情報が頭の中にどれだけあったとしても、あなた自身が喜んでいたり輝いていないと、行動に移していたとしてもエネルギーが伝わるんですよね。例えば好きでもない人に髪の毛を触ったりとか、今日お話ししたようなことをやったとしても、それでは心がストップしている状態ですから、一番大切なことは皆さんが自分とつながっていたらモテる仕草を学ばなくても素で自然にナチュラルにできるってこと、モテるためにすることなんてないんですよ。気がついたら愛されている、気がついたら選ばれている、気がついたら魅了しているっていうところなので、要は自分がハッピーになれる恋愛をしようっていうことですよ。はい、まだまだねお話をしたいところなんですが、そろそろ終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube 毎日配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。ではまたねー。